今日はパラコン撮影をします。インちゃんちゃんです。今日ははい、リホちゃんのプロデュースになる。そうなんですよ。今もつけていらっしゃいます。そうです。今これトワイライトグレーっていう、私の2色出るんですけど、新色が、うん、そのうちの1色プロデュースしました。韓国でやった脂肪分解注射の内出血まだ残って、内出血めっちゃ引きにくいんですよ。そうなんだ、はい、02番。で、韓国行ってたの？あ、行きました。今回5泊ぐらいします。前回も5泊ぐらいして。結構長いね。そうなんですよ。でも向こうに友達とかもいっぱいいるでしょ。はい。じゃあ、いいね。日本の方が多いかもしれない。うーん、日本におらん。ヘラ使います。ヘラ使います。韓国行ったらさ、絶対行くご飯屋さんとかある？めっちゃあります。バーって送りました。ぜひ。でも一番は、まあ、ヨンタバル。ヨンタバルってでも結構有名なチェーン店みたいな。安くはないんですけど、そこまで別にめっちゃ高くないみたいな。めっちゃ美味しいです。韓国行って帰ってきた。韓国はそれこそガールズアワードが終わって、うんうんうん、その日の夜の飛行機で行きました。ラッキー。ラッキーです。読めないで。01です。コーナーでないと私は気に入れないの。断然パニラコです。コーナーだけはあれ使ったら絶対なんか他の使っても結局戻ります。マジマジでコーナーよりが全然しない。パニラコしか勝たん。粉はもうバニラコしか勝たん。言わず。今は絶対さ。最初ははい、グイオチェマプロアイプレットエアエロファンミュートライブラリー。韓国の人ってお酒好きじゃん。いや強いっす。飲まないに言ったら。ああ飲みました。リオちゃんってなんか全然普段飲まないけどさ、飲んでってなったらやばいっす。でも韓国で、カップまで飲んでないんで帰ったらもう、逆にスイッチ入るから。あ、いくら飲まれてた。あ、そうですね。だからその脱水症状になった時も、うん、水を飲まずにテキーラチェイサーで一生吐いて飲んで、一生吐いて飲んでって言って、皆さん気をつけてください。水はマジで大事やなと思いました。水は必要、わかる、うん、最近だからいつも水隣に置いてる。隣に置いてる、うん、かわいい。ブルーにぴったりのですね。クールな感じ。で、年末年始どうかな。年始は旅行に行くと思います。なんか旅行に行きそう。どこ行く？去年。あ、高い。はい。LA。惜しい。ニューヨーク。惜しい。サンフランシスコ。全然サンフランシスコ、なんでやねん。ハワイ。ハワイ。あ、いいなぁ。ハワイどこ泊まるの？まだ未定です。チケットだけとりあえず予約しました。ホテル高そう。高いんですかね。2万円もそうじゃない。分かんないけど。そうなんですね。でもね、私ビラとか全然興味ないんですよ。ああ、マジでホテル映えとか興味なくて、虫が歩いてこなかったら。いやね、ほんとね、沖縄で初めて沖縄行った時にビラに泊まって、高いし虫来るしいいわと思いました。なんか沖縄ね、虫ね、虫いい。食べるなぁったもん。リオちゃん、MPTI 何？ ISTP やった。え、私一緒かも。 ISTP、 化粧タイプ。あ、違うわ、INFP。 あ、I か。うーん、当たってます結構。え、かなり。うん、アイのじゃあ T で F ってことですよね、イムタンが。
初対面の人と仲良くなるの得意ですか？私苦手だと思ってるんだけど、絶対得意そう。でもさ、初対面の人と喋んないといけないんだよ、仕事柄。だからめっちゃ頑張ってはいるけど、すごく嫌。すごく嫌。今じゃんとかなり、あ、この人全然平気だってすぐ思ったんだけど、ダメな人ってもう終始だね。それはめっちゃ分かる。僕はとかじゃ絶対喋りやすいですよ。え、かなり。おっさんとか言ったら怒られる。けどなんか、分かります、そうなんですよねっていう、その低いトーンだから、なんか全然上手くないっていう。分かります。なんかさ、あの人って、でも天才じゃない？なんか人に気を使わせない。めっちゃ思う。アピュー。アピューの PK0 なの。うわ、マジでさ。すごいね、こういう肌の人にこういうマットのチーク使うともうガチ陶器みたいになるんだね。嬉しい。すごい、もう凄まじい美肌だね。じゃん、ピクってる。いやー、もう本当に羨ましい。かわいい。お肌人間なんで？めっちゃネガティブすぎません？いやもうネガティブすぎません。本当にもう肌がコンプレックス。ボディメントとかしてます？めっちゃしたし。あ、やらない方がいいっすよ。あのフラクセルレーザーみたいなやつとリジュランの組み合わせは絶対効くと思う。あ、でも確かに韓国行った時その組み合わせやられた。みんなマジでさ、やばいってみんな言いますよ、ね、痛すぎて笑った。私も痛いの無理なんで勧められたけど、あ、絶対それだけはやれないですって言いました。いらないじゃん。なんか水分量も上がってきて。あー、なるほどね。でもそのフラクセルとの組み合わせがめちゃくちゃいいらしいです。全然本当自分を使ってる。全然持ってきてないそのうち。あ、まず、はい、なんで全然これちょっとあれ、もめ込みます。気持ち悪い下地。え、すごい。松江区とかの人とか、あ、カバー作りたい人が使うととてもいいんだけど、なんかね、結構高評価でこれ。うん、そう。あ、でもすごい超セパレートに綺麗。そうそう、なんかね、あのピンセットとか使わなくても勝手にセパレートになって楽なんだよね。おなじみ C。 本当にまつげ長いね。頑張ってるの？はい、まつ行く、まつげパンはしたいんですけど、メイクさんからしたらちょっとあれなんですよね。なんかメイクで変えれて、ああ、上がりすぎてるってこととか、いろいろ形、なんかメイクによって変えたいときに。なんか、どんでもいいか。でも確かに、ゆおちゃんって結構激しいメイクとか、ビューティーのモデルとかもあるからね、そうかも。普通のね、なんかタレントとかインフルエンサーとかするのだったら絶対やってた方がいいんだろうけど。そしては、髪、はい、髪どうしようね。髪に行きます。内ほどもヤンゲのリップは、はい、またシーグラムです。またシーグラムピンクフラミンゴ。いや、漏れてる、超綺麗。何が見えるの？これ可愛くない？やばいでしょ、これ超可愛い。シーグラムすごい。プランターだから、めっちゃふっくらさせる系らしいんだけど、あんまりなんかピリピリとかしなくて。全然ならないですね。スースーしない。すごいです。いい感じ。行ってきます。よし、じゃあ、撮影に。
で地元は温泉食べるの、うん、そうなんですよ。帰ったりする？します。結構最近帰ってないからでも帰りたいなと思ってました。私結構大阪多いんだよね、仕事。うん、この間も行ってました。行ってた。もうご飯になった。何食べました？どこで食べるんですか？みんなのとか新鮮でした。この間はなんか割烹居酒屋さんみたいなところを紹介してもらって、もう待ちうまくて結構びっくりした。普通になんか大阪の食べ物っていうよりかは、そうね、何でも出てくるみたいな。美味、うん、しい。カラーグラム、カラーグラム02、うん、合うの？そうなんだ。行ったことある？兄が昔野球してたんで、青森の高校だったんで、よく見に行ったりはしてました。だから、何回か行ったことあります。結構ガチで野球やってた？ガチでやってました。お兄さんやもん。姉と兄です。一番下なのも？意外。意外ですか？うん。動画撮ってってもなんか引っ張っててくれるし。とにかくか上かなって思った。一人っ子か。二階なのだ。だから俺の前に座ちました。お、捕まえた。イエーイ。イエーイ。殺して喜ぶよ。危ない。みおちゃん、スタイルブック出したの？あれが2年前、3年前、うん、結構経ったね。経ちました。うん、もうでも、疲れる。ああ、そういうことですね。大変だよね。私服ページとかめっちゃ大変です。ああ、え、家とかもしてた？家はその時もしないです。あ、でもところどころもしてました。自分の物関連が大変だよ、ね、うんうんうん、バッグとか、うーん、持っていくのか、から、うん、ちょっと、ご飯疲れて喋んなくなる。一緒です。疲れてっていうか、やられてる時に眠たくなって喋らん。全然こいつら喋らんやんって思います。音楽を多用していただいて全然喋らなくても大丈夫ですよ。そうだね。私も無言でも全然いける人なんで。うん、かわいい。